そろそろ次の駅に出発する。ラウンジに行ってみんなと合流しよう。車掌さん、まだ来ないの？パムでも油を売ることがあるのね。待たせたな。重要なことじゃから準備に少し時間がかかってしまった。重要なことって何？乗客の諸君は知っとるじゃろうが、次の列車の目的地は宴の星ピノコニーじゃ。皆が宇宙でも有名な星空ホテルをずっと楽しみにしておったことは俺も知っておる。じゃが出発する前に改めて3つのことを注意しておきたい。1つ目、ピノコニーが位置するアスデナは屋室が充満しとる星系で、歴史的に記憶域から漏れ出した大ホールの一つでもある。数千年の歳月が経ってもこの先の屋室の濃度は平均値よりも高い状態を保っておる。普通なら大した問題ではないのじゃが、人それぞれ体の状態は異なるからな。めまい、幻覚、記憶の混乱などの症状が現れた場合はくれぐれも油断せぬように。2つ目、ピノコニーは調和のファミリーの領地であり、ファミリーが他の派閥を公に招待するのは今回が初めてのことじゃ。列車も客として招かれとる以上、守るべきルールはしっかり守ること。これを忘れるでないぞ。わかった。郷に入っては郷に従えってことだね。安心して車掌さん、七死人の顔に泥を塗るようなことはしないから。最後三つ目じゃが、これは注意というよりも無理を承知で俺から皆に頼みたいことがある。できれば休暇の合間に数人の七死人に関する情報を探ってきてもらいたい。私が説明するわ。列車が停車するほとんどの世界と同じように、ピノコニーも銀器城にある駅だったの。数千年前、そこはまだカンパニーの辺境の監獄で、開拓がそこと数千もの星々をつなげていた。当時星宮列車もピノコニーを訪れたことがあって、旅に出会いと別れがあるように、記録によると数人の乗客がピノコニーに残り、そこを自分の終着駅としたの。あまり深刻に捉えないで。ただ過去の停車駅に戻るだけだと思ってちょうだい。列車が去った後、性格は各世界を遮断した。そしてピノコニーの主も幾度となく変わったわ。そこに残った七死人たちがその後どんな暮らしを送り、どんなことを経験して、この世界にどんな痕跡を残したのか。先人たちの足跡を追うことも一種の冒険でしょ。
星空から離れたとしても七死人の開拓が終わることはない。パムもそう思っているのよね。乗客名簿によると、当時下車した3人の乗客の名前はティエルナン、ラグウォーク、ラザリナ。それぞれ列車の護衛、整備士、測量士だったらしいけど、それ以外の情報はないわ。名前と職業だけ？聞いた感じ本名じゃなさそうだし、星草の中から針を見つけるようなものじゃない？とにかく成り行きに任せればいいわ。七死人の多様性を考えると、彼らの子孫を見つけられるかもしれないし、確率は低いけど本人にも会えるかもしれない。それじゃあ今回の航路会議はここまでにしましょう。跳躍までまだ時間があるから、もう少し荷物の確認に時間をかけていいわよ。跳躍が始まる前に俺が放送で知らせてやるからな。跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしようかな。潮汐将我的伤痕吞噬成龙鳞，突袭中酝酿着风雨，血脉根须在我皮肉下。皆様こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。こんばんは。スターピースラジオへようこそ。まずは今日の主な内容をご紹介します。どうだ、出発の準備はできたか？ファミリーの領地なら刺激的なこともあまり起こらないだろう。俺からすれば少しもったいない気もするが、せっかくの羽を伸ばせる機会だ。存分に楽しんでくれ。冒険の旅は確かに胸を高鳴らせるが、適度にリラックスすることも大切だからな。ただリラックスしている間もパムの頼みを忘れないでいてやってくれ。パムは俺たちのためにいろいろなことをしてくれた。今回は俺たちが報いる番だ。やっぱりあんたは冷静ね。美月ちゃんなんてピクニックに行く子供みたいに大はしゃぎしてるのに。真顔で冗談を言うのもあんたの特技だったわね。ただ今回のファミリーの正体についてはいくつか気になるところがあるの。
それについて話し合いたいんだけど、今はやめておきましょう。まずは楽しい休日を満喫してちょうだい。リスナーの皆様、こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。こんばんは。スターピースラジオへようこそ。まずは今日の主な内容をご紹介します。スターピースカンパニーと泉州同盟が再び貿易協定を結びました。双方の経済にとってプラスとなるでしょう。博識学会の武装考古学派の首席学士であるアレン・ジョーンズ氏が発起人となり、潜在的災害ランクオメガの古代遺跡、海溝遺跡の発掘が行われています。著名な歌手であるロビン氏が参加を捧げるためピノコニーの調和セレモニーに招待されたそうです。ガーデン・オブ・リコレクションが滅亡した世界月影の盾の屋室の破片を回収しました。世界の記憶の再現に期待が寄せられています。これよりニュースの詳細をお伝えいたします。この度スターピースカンパニーと泉州同盟のラフが双方に有益な貿易協定を新たに結びました。この協定は双方の市場の開放や農業、工業、医療、文化など様々な分野での協力関係を後押しするものです。それにより双方に繁栄をもたらす自由で開かれたビジネス市場の強固な基礎が出来上がる見込みです。協定締結の際にはスターピースカンパニーの市場開拓部のスポークスパーソンとラフ天白氏の舵取りである玉空氏が友好的に意見交換を行いました。同時に生産安全の情勢が自由市場に与える影響などの問題についても意見を一致させたようです。またカンパニーのスポークスパーソンはパン物質レギオンが泉州に侵入したことに関してラフを気遣い死者に哀悼の意を表しました。カンパニーはパン物質レギオンの野蛮な行為を強く批判し、被害を受けた世界に琥珀の王の尊号を送る考えを示しています。皇帝ルパート一世は宇宙に多くの恐ろしい遺跡を残してきましたが、その中でも海溝遺跡は発見されてから多くの人々の注目を集めてきました。現在天才クラブのスクリューガム氏の協力を得た博識学会の武装考古学派首席学士であるアレン・ドレイク・ワンアーム・ジョーンズ氏が発起人となっている潜在的災害ランクオメガの鋼鉄の遺跡の発掘が本格化し、徐々に神秘的なベールが剥がされています。無期軍団が残した皇帝の行動記録によれば、この遺跡の当初の目的はルパート一世が幻想モードで得た発明のインスピレーションを保存することだそうです。博識学会の報道官はジョーンズ氏がどのような驚くべき発見をするかは分からないが、それによって我々がさらに皇帝を理解し、その再来の恐怖に耐える必要がなくなることを願っているとの考えを示しています。スターピースラジオはこれからもこの考古学プロジェクトに注目していきます。次のニュースです。宴の星ピノコニーが調和セレモニーの参加のため有名な歌手であるロビン氏を招待すると発表しました。ピノコニーは宴の星の伝統として琥珀期ごとにセレモニーを開催し、調和の信者を集め宇宙の素晴らしい未来に祈りを捧げています。ロビン氏の天使のような歌声は銀河のさまざまな世界で注目を集め、多くの賞を受賞しています。今回ロビン氏はファミリー名義で
セレモニーの幕開けを飾る調和のアイオンへの参加を担当することになります。スターピースカンパニーはセレモニーの全過程を中継し、音楽と美しい祝福を世界にお届けする予定です。次のニュースです。周知の事実ではありますが、ガーデン・オブ・リコレクションは滅亡した文明の再現に尽力しており、銀河に復興の火種を残しています。信頼できる情報筋によると、メモキーパーの努力の結果、滅亡した世界月影の盾の奥室の破片が全てサルベージされたそうです。この世界は半物質レギオンの侵入により滅亡しましたが、カンパニーとガーデンの協力の下で情報のサルベージ作業が完了したとのことです。メモキーパーたちのルールにのっとり、この世界は記憶の浄土の中で再生される予定です。壊滅といえども、希望だけは永遠に奪いされません。カンパニーは銀河のすべての文明に長期的な発展へのサポートと損を提供してまいります。もちろん滅亡した世界もその中に含まれています。今回のラジオは以上となります。次回のスターピースラジオもお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ベルトさんと話したんだが、今回は俺が列車に残ることにした。お前たちは思う存分ピノコニーを満喫してきてくれ。お前の気持ちはありがたいが、あまり騒々しいところは好きではないんだ。列車の仕事も誰かが残ってやる必要がある。先週のことは気にしなくていい。ピノコニーは旅の終着点ではないし、この先も長いからな。ある程度片付いたら俺もお前たちを追いかける。お前も荷物の確認は念入りにした方がいいぞ。ファミリーのイミグレーションは手続きが面倒だと聞く。ホテルにチェックインした後に忘れ物に気づいたとしても後の祭りだからな。旅行用の詰め替えボトルがまだ届いてない。でもピノコニーのリゾートホテルって超高級だって言うし、きっとアメニティも悪くないよね。これならもう少しスーツケースのスペースを空けられそう。他に何を持っていこうかな。あんたなんかスーツケースに入るわけないじゃん。自分で歩いて。小説か漫画でも持っていこうかな。そうすればホテルの部屋でも退屈しないし。でも本って重いんだよね。迷うな。他に何を持っていこう。そろそろ時間だ。席に座ろう。時間がやってまいりました。こんばんは。
スターピースラジオへようこそ。まずは今日の主な内容をご紹介します。スターピースカンパニーと泉州同盟が再び貿易協定を結びました。また一人。ついてこい。その質問には意味がない。だが、できる限り説明しよう。ここは現実と記憶域の境界、無境だ。今この瞬間、あなたと私は偶然にも同じ夢を共有することになり、互いの思考の中に現れた。これは私たちに対する夢の力の最初の挨拶だ。何も心配することはない。あなたはすぐにこの夢から目覚める。ここでの出来事はすべて忘れ、かすかな落胆が残るだけ。こうした忘却は朝を迎えるたびに起こっている。私たちにとってはすでに慣れ親しんだ日常だ。ついてこい。あなたを家に連れて帰る。左側、廊下の突き当たり。そこであなたを待っている。私はそこにはいない。戻ってくれ。巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。そのドアを開けて、美しい無境を覗いてみるといい。まだ記憶があるうちにな。
こっちだ。先に行け。壁の上を歩けってこと？本当にできた。何を驚いているんだ？私の考えてることがわかるの？何を驚いているんだ？もうすぐ着く。まだ歩けるか？慌てることはない。それが普通の反応だ。立ち止まるな、振り返るな、下を向くな、上も見るな。この声はただの無境の影だ。気にしなくていい。どうやって彼らを巻き込むつもり？ありのままの真実を伝えれば彼らの方から飛び込んでくるでしょう。調和セレモニーのステージはあなただけのものです、ロビン。でも、もし上手に歌えなかったらステージに何の意味があるの？このギャンブラーめ、何を根拠に自分が勝てると思ってるんだ？チップ3枚で十分。オールオアナッシングで。メモキーパーちゃん、無事にここから出られると思う？ごめんなさいね。お気に入りのダンスパートナーはもう見つけているの。着いた。はっ、ふっ、やっ。ふっ。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んでください。ここから出ていくんだ。いつもと同じように目覚め、
この偶然の出会いを忘れ、元いた場所に戻るといい。ただ、別れる前に一つ聞きたいことがある。少し奇妙に思うかもしれないし、失礼だと感じるかもしれないが、それでも教えてほしい。私たちはどこかで会ったことがあるか。あなたは昔の友人を彷彿とさせる。おぼろげな記憶だが、私と彼女はとても親しい間柄だったのに、この奇妙な夢のように近くにいるのに手が届かない存在だった。もう少し聞いてもいいか。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしている。答えが正しいか否かは重要じゃない。重要なのはその時のあなたの反応だ。例えば客室で目を覚ました時、あなたはいくつかの名前をつぶやいていた。彼らは仲間か家族か、それとも敵か。あなたは多くの人々、多くの物事と強い絆を結んでいるようだが、その絆を失うことに恐怖を感じるか。仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか。美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、最後にはあなた自身も。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、あなたはそれでも旅を始めるか。
難しい問いだということは分かっている。今すぐ決断する必要はない。言っただろう、答えは重要ではないと。耳を傾け、手で触り、考える。そうすることで感じ取れるものがある。それを大切にして、その感覚を頼りに選択すればいいんだ。それで最初の質問に戻るが、あなたは私のことを覚えているか。面白いな。さっきは無数の似て非なるあなたが、それぞれ全く違う答えを出しているようだった。今のが本当に最後の質問だ。ありがとう。私たちにはそれぞれ進むべき道がある。ここで別れることにしよう。金色の夢が今にも動き出そうとしている。これから訪れる長い夜、あなたは多くの挫折を味わい、数々の悲劇を目の当たりにするだろう。やがてその目には色あせたモノクロの世界しか映らなくなる。その世界には一抹の赤が現れるが、瞬く間に消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下すとき、その赤は再び現れると。あなたは私の言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。私たちが探している答えはそこにある。そんな目に遭うとは。くれぐれも気をつけろ。お前は奥室に対する耐性が低いようじゃ。何、気にすることはない。夢と現実は相反するものじゃからな。お前が寝とる間に列車はピノコニーに到着したぞ。かつての辺境の監獄も今では豪華なホテルに変わっておる。車掌として今のピノコニーには興味があるが、俺は列車から降りられんからな。代わりに存分に楽しんできてくれ。荷物をまとめたらいつでも降りて構わん。美月ちゃんは客室車両におるから会いに行ってやれ。お前と一緒に出発するのを待っておるぞ。
ナノ、まだ荷造りしてるのかな。準備は進んでる？あ、幼児ちゃんと姫子は先に降りてるよ。うちはあんたと一緒に行こうと思ってここで待ってたんだ。どうする？今から幼児ちゃんたちと合流する？宴の星、ピノコに宇宙で一番大きくて豪華な遊園地へ出発！複雑すぎない？10回以上も検査を受けてスーツケースを何度もひっくり返されて、あいつらあんたの性格を取り出そうとするんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃった。ある意味ファミリーって本当に寛容なのかも。でも苦労が無駄にならなくてよかった。このホテルのロビーってすっごくゴージャスだね。あのずらっと並んでるのって全部客室？何人くらい泊まれるんだろう。うちらの部屋はどれかな。ほら、幼児ちゃんたちはフロントに並んでるはずだからうちらも早く行こう。ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。チェックインが必要な方はフロントまで進んでくださいね。僕はミーシャ、ピノコニーのスタッフです。よろしくお願いします。荷物をお部屋に。あんた早くこっち来て、なんか変な感じがする。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたらいつでも気軽に声をかけてくださいね。そう、お連れ様が待ってますよ。
ホテルレバリーへようこそ。忘れられないリゾート体験をお楽しみください。荷物をお部屋に運ぶ必要がありましたら、いつでも気軽に声をかけてくださいね。はい、ホテルレバリーは客室を提供するだけでなく、ピノコニーの現実と無境をつないでいるんです。銀河各地から来たゲストの方々はここで無境に浸かって美しい旅を始めるんですよ。奥が深い質問ですね。全ての夢が偽りとは限らないかと。少なくともピノコニーの夢は違います。ピノコニーの夢はもう一つの現実と言うべきでしょう。安心してください。ホテルのドリームプールは快適な無境体験を提供していますので。え？それは僕に聞いてるんですか？そうですね、悪くはありません。ここに来る多くのお客様からいろいろな冒険談を聞けますから。夢の中に入れば僕の言ったことを理解してもらえると思います。ピノコニーはお客様の期待を裏切りません。はい、現実のピノコニーはこのホテルですが、夢の中のピノコニーは奇跡が生まれる地、豪華な楽園で盛大な宴がいつまでも続く場所なんです。その素晴らしさを言葉で表現するのは難しいですね。とにかくお客様もきっと驚くと思いますよ。よく知ってますね。あれはファミリーが提供するチャンスであり、宴の星の伝統でもあって。みんなが一堂に会して喜びを共有しながらチャンスを追い求め、己の全てをかけ、最後には夢を現実のものにするんです。ピノコニーで楽しい休暇を過ごしてくださいね。どうしてフロントにこんなに人が集まってるんだろう。列車から降りたばっかなのに、またトラブルとかじゃないよね。申し訳ありません、システム上にはお客様のおっしゃるお名前がなく。でも請求列車が受け取った招待状にはもう私たちの部屋を予約したと書いてあったわ。もう一度確認してもらえないかしら。かしこまりました。もう一度お調べいたしますので少々お待ちください。請求列車プラチナルームを合計4室、それぞれベルト伊王様、姫子様、三月七日様、それから炭鉱様、やはりこの4名様の予約情報しかございません。
ああ、ホテルの予約情報に君の名前がないらしい。そういうことか。道理で登録情報に彼女の名前がないわけだ。ファミリーに返信したとき、彼女はまだ列車に乗っていなかった。こういうのはどうだ？俺たちと旅をしている炭鉱は急遽予定が入って宿泊できなくなった。だから炭鉱が予約していた部屋をこの子に譲ってもらえないか。これなら人数も変わらないだろう。この子は私たち請求列車の新しい乗客なの。彼女の身元は保証するわ。それは急に申されましても、ちょっと。いえ、あなたの身元を疑っているわけではありません。ただ。調和セレモニーを目前に控えた今、ピノコニーは今琥珀期で最も重要な瞬間を迎えている。さらに、ファミリーの招待を受けた銀河中のゲストたちがこの場所でひしめき合っている。ホテルの警備は厳戒態勢で少しのミスも許されない。いきなりあれこれ言われてもこちらのお嬢さんに決定権があるわけでもない。請求列車の諸君、あまり彼女を困らせないように。俺たちのチェックインに問題があり、迷惑をかけていることは謝ろう。ところで君は？僕はアベンチュリン、カンパニーの戦略投資部所属。ダイヤモンドの下で不良資産の清算を担当してる専門家さ。今回は時計屋の招待を受けてきたんだ。ああ、それと君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。ここは私に任せて。スターピースカンパニーもピノコニーから招待を受けたと聞いてるわ。あなたがその代表者なんでしょ？カンパニーのエリートはやっぱり品があるわね。それほどすごい人なら私たちのために便宜を図ってくれない？僕の聞き間違いかな？便宜を図る？それは僕が君たちに言う言葉だと思うけど。もうここで10分以上待ってるんだ。僕にとって十数分がいくらの信用ポイントに値するかわかるかい？きっと天文学的な数字でしょうね。アベンチュリンさん、だからこそ今ここには見逃せない投資があると思わない？カンパニーの影響力は全宇宙に広がっていて、当然その言葉にも重みがある。あなたの肩書きを使って彼女の保証人になってもらいたいの。そうすればあなたは貴重な時間を節約できるだけじゃなく、新しい友達を作ることもできるわよ。それは面白い。それでその友達は僕に何をもたらしてくれるのかな？それはもっと面白い話になるわ。同じ時計屋の招待客同士、まずはピノコニーで荷ほどきを済ませて、それからゆっくりお互いのことを理解していくのはどうかしら？
構わないよ。でもナビゲーターのお姉さんに一つ忠告しておこう。僕が手を出せば、その節約された時間は君たちが僕に与えたものではなく、僕が自分のために勝ち取ったものになる。わかるかい？でも後半の言葉はすごく気に入ったよ。友達、そう、友達以上に貴重なものはない。七死人のような嘘偽りのない開拓者ならなおさらだ。これからの僕のピノコニーの旅は、君たち開拓にいろいろと世話になることもあるだろう。ぜひ一緒に楽しい時間を過ごそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃあ保証人の件は？お嬢さん、見ての通りだ。ここは僕の顔を立てて、こちらの女性をチェックインさせてあげてくれ。僕はファミリーのサンデーさんと約束があるから、後で彼に直接この件の対応をお願いする。君には迷惑をかけないようにするから安心して。ですが。あれ、落ち着いてください。ファミリーとしてストレスを与えた状態でお客様を夢に入らせるわけにはいきません。噂をすればなんとやら、誰かと思ったらピノコニーで最もハンサムな男サンデー、それに宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。ピノコニーで最もハンサムな男ですって、本当に面白いわね。お待たせしました、アベンチュリンさん。こちらへどうぞ。場所を変えてお話ししましょう。請求列車の皆さん、こちらで少し休んでいてね。え？あんたって。いや、大丈夫かい？さっきのはただの冗談だから、どうか気を悪くしないでくれ。失礼を謝罪しよう。ほら、1万信用ポイント、僕たちの出会いの記念にお詫びとして受け取ってくれ。そうそう、友達同士遠慮はいらない。何か必要なことがあったら何でも言ってくれ、僕が助けてあげるから。さて、僕は用事があるから先に行くけど、きっとまた近いうちに会えると思うよ。そこにいる彼と同じく
ピノコニーのファミリーの一員なのか？正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで歌うために帰ってきたのよ。あなたの言っているサンデーは私の兄で、ピノコニーの意思決定者の一人、そして今回の調和セレモニーの主催者でもある。だからあなたたちが困っていると聞いて、私を連れて助けに来たの。でも来るのが少し遅かったみたいね。チェックインで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。またお詫びとして皆さんのお部屋のタイプをアップグレードしましたので、後ほどお部屋にご案内いたしますね。アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって請求列車の皆さんにお詫び申し上げるとともに、今後あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか？同じように招待を受けた派閥の客も少なくないと聞いているが。ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として問題ごとを解決する義務がありますので。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上の邪魔はいたしません。ピノコニーでの滞在中、必要がありましたらいつでもファミリーがお手伝いしましょう。夢の中で素敵な時間を過ごしてね。はあ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれたならもうチェックインできるはずだよね。幸運の前触れとも言うわよ。さあ、もうロビーに並んでる人もいなくなったし、アレイさんのところに行きましょう。チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。こちらは皆様の無効パスポートです。ホテルのルームキーとなっており、ホテルレバリーで必要な機能や情報が全て集積されておりますので、スマートアシスタントとしてもご利用いただけます。またこのパスポートは一つとして同じものがないので、ピノコニーならではの特別な記念品でもあるんですよ。
無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用することで、夢の中での出来事を記録して、いろいろな楽しい体験をしながら、自分だけの無強手帳を作成することができるのです。詳しい使い方につきましては、無強パスポートに詳しいガイドがございますので、そちらをご覧ください。それでは、ピノコニーで美しい夢を心ゆくまでお楽しみくださいませ。客室へはあちらのエレベーターをご利用ください。やった、早く行こう。Thank you.
あ、夢の中の世界、ピノコニーは夢を光り輝く大都市に変えたって言うけど、一体どんな感じなんだろう。楽しみ。この通路を進めば客室エリアに着くわね。ずいぶん長い通路だな。このホテル少し大きすぎやしないか。やっと着いたわね。みんな、とりあえず部屋に荷物を置きましょう。ベルトは私と先に一杯どう？ピノコニーはスラーダが有名なのよ。話してみろ。俺たちは同じことを考えているかもしれない。列車が受け取った招待状を覚えてる？ああ、ファミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。他のゲストと共に盛大な宴にご参加ください。この招待が届いたからこそ俺たちはここに来た。
よく覚えてるじゃない。でもその招待状には続きがあったの。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状はオルゴールで、ゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音声が流れるというものだった。でも私たちの手元に届いた招待状は少しおかしくて、再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。その雑音をダビングしたら、列車が跳躍する時の重力波の周波数と完全に一致したの。そして列車のエンジンの空間曲率をシークレットキーにしたところ、さっきの一文が得られたってわけ。七死人がよく使う救援要請の手段だな。まだ結論は出せないわ。仮面の愚者のいたずらかもしれないし、手口だけ見ればリドラーや問いかけの魔物にだってできるもの。いつ気づいたんだ？あんたたちがラフの性格を処理しているとき、すぐにパムに知らせたわ。だからさっき自分から彼の相手をしたのか。あのカンパニーの使者も時計屋という名前を口にしていた。おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、同じように解読したんだろう。もう一つ気になっていることがある。招待状に言及した時、あのファミリーの意思決定者はピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的管理者として問題ごとを解決する義務があると言った。今考えてみると、あの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに彼の横にいたロビンという女性、歌のことはわからないが、彼女の声は少し変だった。ステージで歌を披露する歌手があんな声をしているものなのか。あんたはファミリーが招待状の差出人ではない上に、何か隠し事をしているんじゃないかって疑ってるのね。ありえない話じゃない。ファミリーが他の派閥を招待すること自体普通ではないからな。姫子の発見は第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。ところで、どうして子供たちに伝えないんだ？これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら、私たちが軽率に介入すべきじゃないもの。だが、姫子の言うように、この件は開拓と関係しているかもしれない。ええ、そう言ったわね。だから出発する前に美月ちゃんと炭鉱には話したの。なるほど、知らなかったのは俺だけか。
一体どの勢力が招待状を送ってきたのか、多くの派閥をピノコニーに集める目的は何なのか、ファミリーはなぜ黙っているのか。今回の旅は謎だらけね。もう少し事実が明らかになるまでむやみに行動することは避けた方がいいわ。当面はパムに頼まれたことに集中して情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地、ほとんどの人は一生来られないようなところだから。部屋に戻って休んで、準備ができたら無境に入りましょう。部屋に戻らないと。夢の中に入る前にもう少しみんなと話しておこうかな。よし。ここの装飾はなんというか少しうるさいな。これが銀河の上流階級の暮らしなのか。ピノコニーの歴史上の人物らしい。彼の伝説的な経歴は今も語り継がれ、夢追い人たちを宴の星に引き寄せている。本当に面白い人物だ。その遺産も相当な魅力があるのだろう。だが、なぜ彼が招待状に関わっているのか、なぜ七死人が出したと思われる暗号文に登場するのか、今のところ手がかりはない。ファミリーは調和を信仰している。彼らの弱者救済の善行は宇宙でも有名で、ピノコニーの安定や繁栄とも密接につながっているんだ。しかし一部の勢力は常にファミリーの動向を注視している。彼らの穏やかな言動には別の意図があると考えているようだが、訪問客に一貫して友好的な態度をとっているところを見るに、しばらくは心配する必要もないだろう。夢の中のピノコニーは12の時に分かれているが、俺個人としては太陽の時に興味がある。それはピノコニーの歴史、文化を受け継いだ鑑賞用の無境だ。大ピノコニー博物館、覚醒図書館、折り紙大学、こうした場所には俺たちが探し求めている過去が保管されているかもしれない。客室のドリームプールから本当のピノコニーに行ける。準備ができたら出発しよう。夢の中で楽しい時間を過ごしてくれ。どうしたの？まだ眠らないの？部屋が見つからない？それとも私と話したいことでもある？宴の星について話すなら時計屋に触れないわけにはいかないわね。時計屋はピノコニーで誰もが知っている大物よ。富、名誉、地位、彼は自らの手で誰もが羨む事業を成し遂げ、夢の象徴となったの。でもこの話がどこまで本当かはわからないわ。時計屋の執事や過去には諸説あって、彼はファミリーの偽りのイメージでしかないと主張する人もいるから。現時点では
この招待状が本当に時計屋と関係しているとは思わないけど、彼の遺産は人々の注目を集めるための殺し文句みたいね。何か企んでいるカンパニーの使者、口が達者で抜け目のない商人、派手で軽薄なお坊ちゃん、どれも当てはまるでしょうね。これは直感だけど、彼にはまだ表に出していない一面がある気がするの。事情が明らかになるまでどの関係者とも良好な関係を保った方がいいわ。ただそれと同時に警戒も怠らないようにね。夢の中のピノコニーは12の独立した無境に分かれていて、初めて夢に入った時の行き先は人によって違うらしいの。私ならネッサの時がいいわ。あそこの風、酒場、宴の閃光は七死人の開拓の色が強いから、朝露の時も悪くないわね。ファミリーを訪ねるいい機会かもしれない。予想外のことが重なって時間がかかったから、あんたも疲れたでしょ。開拓の合間にゆっくりすることも忘れずにね。おやすみなさい。いい夢を。ナノはもう部屋に戻ったのかな。私たちスクリュー星人、なんで無糖のスラードに。なんで私の部屋のドアが開いてるんだろう。あれ、あの人って。また会うなんて本当に奇遇だね。そう身構えないで。僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。
ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。いや、僕は自分の部屋を君に譲っただけだよ。ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う？ここに泊まれるのはどういう人たちか、よく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい？賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快、カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい？誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格ちゃん、そうだろ？今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから、今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが、逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。うん、それでいい。ああ、そうだ。
出ていく前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら。ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？君の部屋？すごいなあ。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてるやつも多いから十分に気をつけた方がいいってね。例えばドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ僕はこれで失礼するよ、お嬢ちゃん。楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？ここは私の部屋だ。冗談だ。そう固くなる必要はない。ここは間違いなくあなたの部屋だ。私はたまたま通りかかっただけ。私も自分の部屋を探していたんだが、ここから物音が聞こえてな。様子を見に来たんだ。あなたがドアを閉めていなくてよかった。さもなければ危ないところだっただろう。見ればわかる。あの男は明らかによからぬことを考えている。とにかくあなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが、出て行く前にもう一つ質問してもいいか。少し奇妙というか、失礼だと思うかもしれないが、それでも知りたいんだ。私たちはどこかで会ったことがあるか。恥ずかしい話だが、過去のある出来事のせいで私は忘れてはいけないことを忘れてしまうことがある。だからこういう確認も日常的にしているんだ。気にしないでくれ。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか。あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャー、ヨミ。周りからはそう呼ばれている。
あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。ヨミは帰って行ったけど、おかしい。さっきからずっと変な感じがする。まあいいや、いろいろあったけどこれでようやく眠れる。え、ああそのすまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は本当によく似ていて。やっと終わった。無教パスポートのガイドの通りにドリームプールを操作しよう。年を取るとどうにも寝つけなくて。Thank you.
親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。すぐにあなたの理想が目の前に現れるでしょう。ドリームプールに入り、人生の悲しみや憂いを忘れてください。永遠に。